はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日の動画はですね、すーげーつまんねえ話します。すーげー堅苦しい話します。はい。年金についてのお話です。はい。年金ですよ。ね。年金。ね、耳が痛い人もきっと言う。もう年金って聞いただけで頭痛引き起こすような人もいますよね。僕もね、一昔前までそうでした。はい。もう年金って一体何のためにあんだよっていうね、イカれたシステム作ってんじゃねえよっていう、本当にね、もうヘイトしかなかったんですけど、なんとですね、まあ、僕この前ね、年金ネットっていうものに登録したんですよ。はい、年金ネットね、なんだそのイカれたネットはっていうね、スパイダーマンだってそんなネット出せやしねえぞっていう、年金ネットですよ。年金ネットですよ。ね、こんなね、まあ、こんなやつは寝せないけど、入れ墨だらけで、年金ネットって、どの面下げて年金ネットっていう、俺が一番引っかかっちゃいけないネットが年金ネットじゃねえかなって思うんだけども、まあ、入ったんですよね。登録したんですよ、年金ネットに。で、まあ、その年金ネットって何ぞやって言いますと、まあ、今まで自分が払ってきた、まあ、納付してきた年金とかね、あとはこれからのなんだ月収、見込み月収をもとに、まあ、将来のもらえる年金、まあ、受給できる年金の額を試算できるっていうね、そういう、まあ、シミュレーションができる、なんていうんですかね、システムなんですよね。まあ、それだけじゃないんですけども、うん。年金ネットのシステムの一環でそれができるんですよ。まあ要は将来の年金額が試算できるんですね。はい、大体の、うん、ざっくりですけど、でまあそれに僕は登録したんですよ。でね、実際シミュレーションしてみたんです。僕が将来一体いくら年金をもらえるのかっていう、愕然としましたね。その額を見て、俺これしかもらえないのっていう。まあ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 、まあ正直予測はしてたんですよ。うん、まあ、ろくにね、年金なんか納めてないし、うん、まあ、最近はちゃんと納めてるけど、うん、まあ、ろくすっぽ納めてなかった時期があるしね、追納とかしたんだけどさ、今更大人になってからなんだけど、で、まあ、国民年金だった時期が長かったし、まあ、今34なんですけど、僕半々ぐらいなんですよ。国民年金と厚生年金がまあ半々ぐらいなんですね。半分半分ぐらいなんですよ。で、まあ、国民年金はですね、やっぱ将来もらえる額ってあんまり高くはないんですよ。厚生年金納めてる人に比べると、国民年金だけを納めてる人って、もらえる額だいぶ少ないんですよね。というのも僕のまあ、身近なところに、ずっと、まあ、商人やってて、国民年金だけを払い続けてきた人がいて、でその人が今もらってる額がもうだいぶ少ないんですよね。まあ、詳細な額は言わないけども、それで生活ちょっと厳しいんじゃねっていう額なんですよね。で、逆にその厚生年金オンリーで、納め続けてきて、今もらってる、まあ、今はもう7、80の人がいるんだけど、その人はもうだいぶ、まあ、孫とかに小遣いあげても、まあ、ゆとりあるぐらい年金もらっとるんですよ、毎月。まあ、だから、国民年金オンリー払ってた人と厚生年金オンリーの人って、だいぶね、まあ、納めてた額もよるけど、だいぶね、差が開くんですね。でそんな現状を、まあ、目の当たりにしの、結婚しので、そう、まあ、去年結婚したんで、ちょっと将来に不安を覚えたんですよね、僕。まあ、自分がね、まさかこんななんか身を固めていくなんて思っても正直いなかったんで、昔は。若い時はどちらかというとやさぐれていた方なんで、何かあってもそいつぶっ殺しゃなんとかなるって思ってた時代がありましたから、ね、もう、いかれてたんですよ、考え的にはもう。うん、会社勤め始めても、ムカつく上司とか、まあ、こいつ最終的に最悪殺しちまえばなんとかなるな、みたいな、もう、イカれた考えを持ってた若者だったんで、年金のことなんてもう一切考えてなかったっすよね、正直、そんな。
貯金なんて全くねえって、もう本当貯金なんて全くねえね、慰謝料相当きついらしいよってなんかね歌ありましたよね、本当に将来に何のね不安もなくね、何の備えもなく生きてたフラフラしてた若者だったんで、年金のことなんてもう本当頭にねこれっぽっちもなかったのよ。だけどまあ年取ってきて、周りのそのね、年金の受給者をちょっと目の前で見て、で、まあ自分が結婚してね、もう正直自分だけのね人生じゃないですから、やっぱりその配偶者っていうか奥さんをね、まあ、将来にわたって養っていかなきゃいけないですし、その奥さんの生活をね、まあ経済的にもやっぱ支えていかなきゃいけない立場ですから、いや年金なんて知らねえよなんて言ってらんねえなって思ってきちゃったんですよね。まともなこと言うようで申し訳ないですけども、こんな顔して、はい、ちゃんと考えなきゃいけないなと、何度も言うけど、まあ自分だけのも人生じゃないんで、そうやっぱ家族を持つとね変わるね考えて、そうで年金ネットに入ったんだ。そしたらすげえ額が少なくてさ、え、いやこれきつくねみたいな。正直半分厚生年金ね、途中から厚生年金払い始めてたんで、まあある程度はもらえんじゃないかなって高くくってたんですよ俺。まあ貯金もねちょこちょこしてるんですけど、まあそれプラス厚生年金払い始めてね、ぼちぼち立ってたんで、まあそれなりにはなんかね、まあなんか穏やかにゆとり持って老後過ごせんじゃねえかななんて思ってたんですけど、甘かったっすね、甘かったっすね、はい。これはいかんぞと、この額はちょっとまずいぞと思って、まあ、僕今ねもう数年前から非正規雇用の道に飛び込んでね、まあ自分のそのまあ広告収入伸ばしたいとかね、個人事業、まあ、トレーニング教えて、そういうことで食っていきたいなんつって社員辞めて非正規雇用の道に飛び込んだんですよね、はい。でまあそれなりには一応生きてきゃいけてるんだけど、まあちょっと考えがね、年金ネットに登録してね、だいぶ変わってきたっすね。俺、厚生年金払いてえなって今すげえ心から思っちゃってて。今更。うん。まあ今、派遣とはいえ厚生年金なんですけど、社保完備なんでね。なんかね、派遣は今つなぎでやってるイメージで、まあ、ゆくゆくは個人事業だけで食っていきたいななんて思ってたんだけど、いやね、これね、厚生年金払い続けたいなってちょっとね今思ってるっすね、正直まあ社員辞めた時はいやもうこのまま個人事業伸ばしてってそれでずっとやっていこうっていうそういう意識で辞めたし、結構満を持して辞めたんで、俺みたいなチンピラがね入れるような大きな、なんていうの、俺みたいなチンピラが入れるようななんか会社じゃなかったんですよ。結構大きかったんで、大きな会社だったんで、まあ結構縁で入ったんですけど、それをね辞めるっていうのは結構自分の中でね本当に満を持したんですよ、だから結構その時は結構な覚悟を持って辞めたんですけど、もうこういう勤めお勤め人の方には戻んないぞって決めて辞めたんだけど、ちょっと年金ネットであの額をね試算したらね今すげえ揺らいでるっすね。社会保険払いてえっていう、まあ俺じゃなくて正直奥さんのためにね、生きていけねえもん今の額、これ今の額っていうか、あれじゃ、まあ貯金もある程度していくんで、まあそれプラス年金って考えれば、まあ、生きていけねえことはないんだろうけど、まあどうなるかなんか分かんないし、大きい病気するかも分かんないしね、そうやっぱそう考えた時にやっぱ社保払ってた方が、まあ、将来正直年金ね減るって言われてるけどゼロじゃないじゃん絶対、いくらかは絶対もらえるし、だって年金もらえないかもしんないじゃんっていうやついるけど、いや完全にゼロなんてことは絶対ありえないから、完全に年金ゼロになりますなんて言ったらもう日本であれば、あ、間違えた、日本であれど暴動起きますから、そんなの間違いなく、ゼロには絶対なんないですよ年金は、はい。まあ、絶対ってことはね、ないけど、99% ゼロにはならない。減るかもしんないけど、ゼロにはならん。そう、だから払って損はない。損はないって言い方もちょっと変だな。語弊があるな。損はするかもしんないけど、まあ、とにかく帰ってくる。
そう。だからまあ、払っておいた方がいいと思う。まあ、貯金自分で完全にできるよっていう人は別にいいのかもしれないんだけど、公共便年金でもね。そう。だけど俺はそんなに貯金がいっぱいできるタイプじゃないから、やっぱ社会保険払ってた方が、ちょっと老後はいいかなっていうことで、だからこれからね、ちょっとね、やっぱ社会保険を払い続けながら、逆に個人事業は、やっぱ副業の立ち位置でやっていこうかなっていうふうにね、ちょっとね、最近思ってます。ここに来てだいぶ迷ってんだよね、だからね。社会保険を払えていける、まあ、一個メインのね、仕事。まあ、つっても、今、派遣でも本当、社保とか全然あるんで、そうそうそう。で、今、俺がやってる派遣のとこって結構、シルバーの人たちもフルタイムで働いてるような、で、特に国がやってる系の仕事なんで、そう。まあ、意外と長いこと働いていけるかなっていうところなんでね。そう、そういう、まあ、働き方で時間短くてね、社員になっちゃうと残業が入っちゃうんでね。で、まあ、ちょこちょこ、そうやって社保払いながらずっとやってって、副業は副業、個人事業は副業の位置づけにしていこうかなっていうふうにね、今思ってます。あ、お風呂出た？あ、OK。じゃあ、とりあえず動画は終わるんで、もう嫁さん風呂出たんでね。そんな感じでちょっとね、今、この先の進路にちょっと迷ってますね。多分今のままだとでも社保を払っていくっていう道をちょっと選ぶかもしれない。で、トレーニング教えたりとか、広告収入はまあ、もう本当副業の位置づけで全部貯金に回す。かな。すげえ保守的だけど、まあ結構考えて出した感じなんでね、こんな感じの34歳健太店長でした。はい、さよなら。